はい、皆さんこんにちは。今日もですね、オーナーズキャンプの会場からルームツアーをお届けしたいと思います。で、本日は V01 をご愛顧いただいている石原様に車自慢をしていただこうと思ってます。石原さんお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。では、石原さんからですね、自慢の場所を、何箇所かございますのでご案内していただこうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。それでは木工を趣味にしてますんで、まず一番目はこの辺ですね。この辺が全てこの、ハイエースの外壁面に合わせて曲面を使って収納棚を考えてます。まあ一般的にやられる方は大体この辺で終わってて、この窓上は、パンチング棒ですかね、それをかけてるぐらいなんですけども、私の場合はなるだけこの床板の下に物を置かずに全て物が、出し入れできるように収納をこれで確保してますね。それ、はい、すみません石原さん、これ私ね感動したのはこの曲面ですよね。はい、この曲面ってなかなか、これはね、これ、まあ職人ですよね。そうです。基準を一つこう取って、はい、そこから一つずつこう長さを測るわけです。それから図面化して型を作って、うん、さらにそれをすり合わせてこの曲面を出してたら、これ一応合ってますね。で、あとすごい結露の防止のためにこの中にはいろいろ細工してあって、はい、あの、まあ冬でも何でも中の湿気が結露するようなことはないようになってます。ちなみにこのランタンのこのフィット感すごいっすね。これこの辺をちょっと上げてみましょう。はい、はい、そうそうそう、これこの辺ですね。これこのちょうどなんていうんですか、溝を作ってるって言ったんですかね、掘り込んで収まってる、掘り込んで、はいはいはい、これすごい、これ専用に作ったんですよ ね。これが置けるように、置けるように。これはだからこのランタン古いんですけども、40年ぐらい前のランタンをこうやってオーバーホールして使えるようにして。え、これ40年前なんか、これ。そうです。子供たちはキャンプに連れてった頃なんで。全然そんな風に古さを感じないですね。もう私の木の塩ですからね。木の点ではね。はい、それでは続きまして、はい、今度は前に行きましょう。はい、次の、自慢の場所なんですけれども、はい、はい、お願いします。サブバッテリーを積まずにポータブル電源を積んでます。はい。で、ポータブル電源どうしても充電しなくちゃないので、その辺をこの板を収納する場所をスペースを広くしまして、ここを大きくしました。で、その中にバッテリーから充電できるような装置を自分でこれ考えてます。で、バッテリー時価の場合は問題いろいろ起きますので、4極リレーっていうのを使ってエンジンがかかった状態で、ポータブル電源に充電するような形を作ってますね。うん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 、まあこれは本来は外へ出すものらしいんですけど、これ中に入れちゃったもんで、はい、空気の流れを作るためにここをメッシュにしたり、パソコンのファンをここへつけて空気を流してます。これですね、ええ、あ、空気の流れを作って冷却してるってことね。冷却しないとこれ落ちちゃうんですね、はいはい、これで大体問題は解決しました、ね、これを作ってシステム化したことで何ができるんですか。これポータブル電源に充電です。あ、充電ができる。はいはいはい、例えばね、私の場合はエコフローっていうのを使ってるんですけども、はいはいはい、2時間弱車で走ってると充電できるような格好になります、ね。2時間弱で、あ、じゃあもうここまで来るのにもう充電、フル充電。ただね、今日みたいな朝から来ちゃって冷蔵庫だとか何か使っちゃうと、はい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 、ちょっと厳しいかなって感じですね。使いっぱなしになるとね。そうそうそう、はい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 、夕方着いてタープ張って、はいはいはい、そこで食事したり寝たりするぐらいのは問題ないですけど、1日車を動かさずに置いてるとちょっと問題が。ああ、なるほどね。はいはい。で、それをやったことによってまたこれもなんか、これはだから車中泊っていうのを想定すると、うん、どうしても中で料理を作ると、はい、煙を逃がしたりやらないとなんないんで、これ換気向こう側から、あ、ここからつけてみます。はいはい、お願いします。これは今吸ってる感じ、吸ってる感じですね。本当だ。だからこっちの反対側、左側の方から空気を吸い込めますよね、そこ開ければね、はいはいはい、で結局いろいろ煙が出たものもこれ出せる、出ていくんですね、はい、煙が。あと夜はね、これ音が小さいから結局中のこもっちゃう空気を、はいはい、これでやると音も出ないんで、最低限で、まあこれでも音静かになった、吸ってるんで換気効果ですね、これね。結露防止もない。はい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 。
で、石原さん、実はさらっと喋ってもらいましたけど、はい、その充電システムを作ってもらうがために、はい、この棚を外して、これも作ったんですよね。あ、これも自作ですよね。幅が10センチぐらい増えてるじゃないですか。元のは 2枚ここに入る形だったでしょ、ここに床板が、うんうん、そのスペースを広げて、だからこの板を交換、それと上のこの幅を広くしたものを交換したってことですね、うんうん、で前のこの板だけはそのまま最初のものを使ってます。あ、これだけが残ってるんですね、はい、そうですね。これまたさすが職人っていう感じの作りですねまあだから正直言ってここの2枚収納するってのはあんまり活躍しないんじゃないかなと思って、うんうん、あ、まあ、だからこの電源関係もそうですし、荷物もここへ入れられるようになったので、いろいろこれ蓋開けると、はいはい、腰大丈夫ですか？大丈夫ですこっちも入りますあ、本当だ、写しちゃって大丈夫ですか、はい、本当だ、荷物入れになってる、ちゃんと。これを2枚にすることで上に何か物を乗せた場合も、うんうんうん、問題なく半分ずつ寄せてあげれば開けられるっていうことで、ちょっと広くなってるからこの上で軽い食事なんかも大丈夫そうですね、うん、であと先ほどちょっと気づいたんですけど、教えてもらったんですけど、この板にですね、実はこういうテープを巻いておりまして、これがですねかなり便利だと。これちょっとミスターに報告しなきゃいけないですね。乗ってる状態でこれがほら、あ、楽ちんですね。じゃあどこでもこうやって荷物が下の荷物が取れるってことですね、はいはい、どこにあってもこれがあれば、これは YouTuber さんの参考にさせてもらってますえ、ちなみにこれはこれを渡してるだけっていうか、後ろで縛ってるだけっていう感じですか？そうです。あー、なるほど、これは便利ですよ ね。我々も新発見というか再発見というか、もう今日は職人技をいろいろ見せていただきましてはい、そんな感じで今日は石原さんに車自慢をしていただきましたありがとうございます。はい、ありがとうございました。